はい、田中球児です。俺ちょっと気づいちゃったことあるんですよね。COD モバイルの武器ランキングのサイトってめっちゃあるんですよ。で、そこでね、最弱武器だけ結構共通してるんですよね。それが M4 です。M4 すげえぞ、マジで。海外だとね、COD モバイルティアって調べると大体武器ランキング見れるんですけど、海外のサイトでも。M4 ってね、ティアー最下位なんですよ、大体ね。で、日本のランキングサイトでもさっき言った通り、ちゃんと大体最下位なんですよ。これね、世界の意思なんだよね。M4 イコール弱いわ。で、そこまで言われたらさ、ちょっと気になっちゃうじゃん、強さ。なんで今回ね、こんな感じのカスタマイズで M4 使っていきたいと思います。どうぞ。ということで、あの M4 ちゃんね、数十戦使ってみましたが、まあね、疲れてない理由はわかる。強みがないんだよね。明確な。そこが弱いんだけど、弱みも逆にないから、明確なね。そこをね、うまく利用していきたい。で、ここで、まあ、そうかな、一旦。フェネを相手に、まずは、一回ガンマチをかまして、こいつは、他のやつとは違うぞというところを見せていきたい。それによって、相手の立ち回りが鈍化するからね。ここ待った方がいいな。ここ待った方がいい。これが負けるんだよなぁ。AK117! レートのご両親で負けるんですよ、結構。あの、M4 ってレート高い方では、まあ低い方ではないんだけど、めっちゃ高い方じゃないんで、ああいうね、打ち負けがあるたびに、M4 を呪いたくなるんだけど、呪うとね、キルレが悪くなるんだよね。結構武器もやっぱ、最近 VC 機能が進化してて、武器もね、ちゃんと俺、待って、これで、武器もね、ちゃんと俺たちの声を聞いてるから、ちゃんとね、武器の呪詛はあまり吐かずに、ここはハードポイントはね、味方が取ってくれるとかいうクソみたいなこと考えてたら殺されたわ。やっぱダメだな。ちゃんとみんなやっぱフェネックだな。大フェネック時代だからね、今マジで。マジで大フェネック時代。もう男も女も、おじいちゃんもおばあちゃんも、すべてがフェネックを使ってる。そのような環境下で、待って。ここは待った方がいいな。多分、OK？ で、挟めれば。挟みたいが、味方と一緒に裏を取りつつ、そこ、いや、これいるんだな、上。この上を、まず一人やっていく。で、上からカバー来ないか。フェネオだったら、自信ありげに、か、いやー、サーマイトまで使うか、フェネック使っといて。そこまでやるのか。そこまでして勝ちたいのか。これはもしかして、プロゲーマーの大会なのか。勝利への執念がパーないぞ。これは負ける。なんだよね、今の、良くない立ち前だったわ。今のはね、フェネックに打ち勝てないんですよ。あれが M4 のね、弱さね。遭遇戦は、フェネック相手に絶対に打ち負けるから、ああいう立ち前しちゃいけないんだよね。あれ、運任せの立ち前なんで、M4 だと。なるべく、こうやってやって、すぐ引く。すぐ、敵に撃たれそうじゃないとこから、行くのが最強。これで、やって、これ後ろ来ないかね？こっち来ない？今のも良くなかったな。挟まれるんだよね。これ味方が抑えてくれてるか、ここで待った方がいいわ。あー、今のも悪かったな、立ち回りが。この、もっと引く。このもっと引くのが、あとは横ハンドが意外と強いから、結構気をつけた方がいい。10発以降ね、横ハンドがね、すげえ高まるから、これでいいと思う、これ。悪いけど。拠点取れてるうちはね、そんなにもうこだわりですよね。ここで待ってて、次の、もう次固めてると思うんだよな。おそらく。固めてるな。俺だったら固める。もう捨てるわ、ここは。ここはもう取れないと思って。いや、諦めない。諦めない気持ちよし。でも、諦めた方が実は、やっべ。アップね、今の。ここで、これで味方のキル取れない。ってことは、まだあいつ生きてんのか。いや、生かしていいな。ぶっちゃけ次の拠点にあそこあんま関係ないから、キャツの復讐心をうまく利用する。多分、ムカついてあそこに突ったと思うんだよ。結構このゲーム、ムカつきによって立ち回りを変えてしまう。そういう人が多いからね。で、これで、横から、これ挟めるんじゃない？挟む必要すらないか。嫌な味方。OK？ で、これで、UAV 出して暴れ待ってくるわ。ちょっと暴れの田中球児になる。アナイアレーターで、イモった方がいいみたいな。そういう邪悪な考えを持っている、フラチモノがいるが、拠点を取れてる間は、全然、あ、待って、拠点取れてなかったわ。そうしたの。なんて言うんだろう。なんか、表記ミスってたわ。なんか青いと思ったんだよね、今。ちょっと青かったよね、今。ちょっと青かったわ。なんかいつもの赤よりちょっと青みを増してたわ。次の拠点に行っていい気するわ。次のところ行っていいんじゃないか。いや、まだ、いや、次だな。
ここを押さえといた方がいいわ。ここを押さえとく。脇はこっちだと思うんだよな。ね？え？やっての。やばい、これ来るか。これで日本刀ですよ。ここで。甘えは許されない。日本刀の前で。これで、裏から来ると思う。これ裏でしょ。思ってる湧いたか？いや、普通に、裏は、いやー盾かー、あー面白い陛下を使うな。でもあれはダメだな。日本人ならばアナイアレーター盾よりもちゃんと刀を使うべきなんだが。これで上からまずは打ち下ろして、これも打ち、いいね今の無双。これでこの横反動が強いな。やっぱこういう時に横反動が出ちゃう時があるんだよな。これでどっから来る、これどっから来る。上を押さえといた方がいいんじゃないかこれ。さすがに、いやでも待って、これ普通にいるのか。これ決め打ちしての、いやこれ上が怖い。もう次の拠点いいな、さすがに。これでやっていって UAV を出して、これ横から来る。いやこれ上からか。え、ここ見れてないでしょ。こいこいこい、ここ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 絶対これ。上は、上は味方が取ってくれてると信じて、これで横、まず、お、さすがにこの大きい M でも再開武器でも、いやーこれこれ負けるか、グリンチ AK107。なんちゅう、そこまでして勝つ、タイか？そんな強い武器に、強い装備。お前らの勝利への執念は、とんでもない。アナイアレーター出して、やって、やれない？やって、これでかくない？で、これで、どうしてここだろ？わかってるんだよね、読みが。では、これで、マジでいってる。で、時間的、いや、マジか、ボコボコじゃん、これ。ボコボコじゃん、これ。これで、いやー、どんだけ、めっ、いや、これは次固めた方がいいな。固めた方がいい、これ。ここ固めた方がいい、絶対。で、裏から輪っか。これで、やって、やって、裏から輪っか、そこで拠点取る、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 拠点取れる、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 拠点取れない、拠点取れない、拠点取れない、マジで、マジで、マジってる、マジってる、マジってる、ここで負けたら、フェネオに屈したことになる。これで、裏を取りたいんだよね、これ。で、これで、これ、いや、アナイアレーター、そこで出してくるか。いや、でも、マジか。まあ、キルでよかったからいいか。ほら、システムを見てくれ。これ、これ、見てほしいんだけど、ほら。これ、カット判定なんで。はい。勝ちました。ということで、はい。M4 使っていきましたが、まあ、こんな感じですね。もう、近距離は、絶望。中距離は、まあ、普通。遠距離は弱いって感じなんで、まあ、中距離で戦いましょう。それが、望みだ、M4 の、オツ。まあ、M4 ね、絶対つくコメントを押しようか。この動画に。M4 強いですよ。絶対につく。もう 100% つくわ。